スマホでは YouTube の字幕翻訳ができないとカくクに思い込んでいる方がいまだに少なからずいるようです。2019年9月28日 iOS がバージョン13になりスマホのサファリでもデスクトップ用ウェブサイトの表示が追加され全画面表示になってしまい字幕が表示できないというバグも取れ字幕の多言語変換表示が可能となりました。 デスクトップ用ウェブサイトは他のブラウザーも共用しているので、Chrome、Edge、Smooth、他でもデスクトップ用ウェブサイトの表示機能があれば翻訳可能となりましたので、Safari のない Android でもそれらのアプリを使用すれば翻訳可能です。デスクトップ用ウェブサイトにした場合、文字やアイコンが小さくいちいちズームしなければ扱いにくいのですが、 サファリの場合、文字サイズを200%にするとアイコンも大きくなり扱いやすくなります。実用レベルとなるとサファリが非常に便利です。さらにフォントサイズも200%にすることをお勧めします。では実際に操作方法を見ていきましょう。まずはサファリをデスクトップ用ウェブサイトに変更します。 次にに文字サイズを200に変更します。アイコンも200%になります動画のアイコンが消えてしまうので再読み込みをクリックします歯車ボタンをクリックします 字幕をクリックします。右上のオプションをクリックします。フォントサイズをクリックします。サイズを200%にします。もう一度歯車をクリックします。字幕をクリックします。 自動翻訳をクリックします。一番下にある日本語をクリックします。シネマサイズにします。字幕が見やすいです。全画面になってしまうので、画面を2本指でつまんで小さくします。 日本語の字幕が表示されますサファリの広告が画面に出る場合字幕とバッティングしてみ見にくいので広告停止アプリを使用しましょう私は280ブロッカーというアプリを使用しています以上です「ハーバード」 For this honor, I'll be changing my job next year, and it will be nice to finally have a college degree on my resume. <laughs> I applaud the graduates for taking a much more